さあ、今日は神保町漫才劇場やってまいりましたけど、お久しぶりです。え、お久しぶりです。お誘いしました。はい、今日なんか何ですか、神保さん呼び出して。あ、今日は、ね、味見の担当芸人を紹介しようかなと思いまして。あ、また担当芸人さん変わったんですか。そうなんですよ。いいですか、じゃあ、うん、せっかくだから。いいですよ、はい。まずは、まあ、結構いるね芸人さん。あれです、あ、一人ずつじゃあ味見さん、はい、あれ、おはようございます。おはようございます。なんかスーパー味見の西本くんです。もう担当芸人になったんだ。そうです。あ、いや、ありがとうございます。いつもいつも頑張ってるじゃん。あ、ありがとうございます。見てるよ。そうですか。うん、いい感じ、いい感じ。面白いのよ、すごく。ポイントは、あの、この前もね、ダンス動画上げてたし、そういうのとかも本当おすすめなので見てほしいんですよ。あ、なるほどね。ダンスとかとても面白い。面白い。いや、別にそんな、ダンスの部分はそんな面白でやってない。面白いのと、うん、あと俳優さん。あ、タイガか。唯一ですよ、この木の中で。きっと確かにね、俳優さんにあるの、うん、それも面白いから。面白い、面白いでやってない。見て、すごい面白い。真面目にやってる。イケメンだしね、コントも面白いし。で、あれ黒田くん。あ、あ、黒田くん、うん、スーパーサイズミーの。ここ芸人やめかけなの。本当かよ、お前適当なこと言うなよ。ごめんなさい、やめかけてないですよ。バイトばっかしてるから。あ、そっか、スーパー。あと柏木くん。あ、柏木も担当。 ABC ね、出て。 ABC 出たの。うん、見に行ったの、ちゃんと見に行ったの。味見がコネでね、あげたの。え、一緒に、すげえ。そうなの。審査員の人に抱かれまくって柏木くんあげたの。抱かれたよ。誰に抱かれた。え、え、使えるか。柏木くんもとっても面白いからよ、注目。うん、あとは吉野くん。あ、素敵じゃないから、吉野くん。上がって上がって、うん、吉野くん。うん、親が金持ちなの。ええー、そんな金持ちじゃないよ。今いいとこ住んでんのよ。どこ住んでんの。言ってもいい。あ、いいよ。ごちゃんじゃ。めっちゃいいとこ住んでんの。風俗街。ごめんなさい。あとは瀬尾くん。あ、出た瀬尾。まだ喋ったことはない。で、終わった。終わり。終わり。で、終わり。で、これがパニャ。あ、パナ。俳優班から芸人に移動してきたの。俳優班、元 NSC だろ。では移動してきたの。みんな仲良しなの。うん、まだ他にもいるんでしょう。彼が一番芸人の見た目をしているけど、あれは作家さん。いいよ、言わなくて。彼が一番芸人の見た目をしているけど、あれは作家さん。あと他にも来るんでしょ、この後。そう、今から来るから後で紹介するね。うん、あじみさん、だいぶ揃ってるんで、他のメンバーも紹介してもらっていいですか。はい、まあ、パナはね、紹介したパナです。あ、ほら、さっきです。菊ちゃん、はじめまして、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今日はマネージャーのあじあじみと申します。よろしくお願いします。そんな、はじめまして、よろしくお願いします。あの、担当マネージャー今日からなったから、はじめまして、よろしくお願いします。いい顔するの。今日から、はい、あ、よろしくお願いします。お願いします。あじ、ちゃんと仲良くしてんのか、お前。誰でしか。お前の担当芸人だよ。誰でしか。キクちゃんだろ。知らねえしよ。あれ、お友達もいるじゃん、今日。あ、見て、これ友達。これ友達なの。あ、エレガントリーゼのショウゴちゃん。何、ショウゴにゃん。YouTube 撮ってんの。あ、YouTube 撮ってんの。だから、エレガントリーゼのおかげでグンって伸びたかもね。どういう仲なの、この二人は。そうですね、夜のお友達とでも言うんでしょうか。でも、あじめちゃんに会うの2回目だから。そうだよね。私は、うん、どうしたの、翔子。失礼、翔子。翔子、失礼。人の顔見てさ。変わった。今度、あじめ。今日一緒だよ。うん、今日ライブ出てもらうんだろ、翔子にも。そうだよ、嬉しいです。嬉しかった、本当に。めっちゃありがとう。うん、あじめに会いたかったから。嬉しい、私も会いたかった。じゃあ、またね。お前、いけるね。あ、そして、こっちには
小山さん、ありがとう。ああ、おやつ。あや、お疲れちゃん。違う。本物は？お疲れちゃん。はい、おつ。はい、おつで。はい、おつ。オンバトかな。オンバト。あ、パクったってこと？俺がパクった。ヨーちゃんがパクったってこと？違うから。訂正しといて。彼が宇宙の大先生になるわけ。わかんないから。あ、ちょっとわかんないか。後々詳しくは。あ、お母ちゃんね。そして？荒川おやつくんです。あれすごい睨んでる。肉まる三兄弟、最近彼女ができたんですよ。そうなんです。僕、安住さんのことが大好きなんです。やめてよ、勃起してんじゃねえ。怖いな。勃起してんだよ、あいつ。そして大盛りだ。これ岡田さん。これ黒田さん。芸人やめかけなんでしょ。そしてこれは大盛りさんです。あ、11月のリサの大盛り。スーパーコント師です。ね、スーパーコント師。前まではクリスピークリームドーナツで働いてました。新宿のね。一回も目合わせてくれへんな、こいつ。なんや、目合わせろ。人見知りだからな。大阪の人怖くて。こっち見ろよ、お前。関西弁怖い。怖い。おい、目合わせろよ。あ、来た。ヒワに来た。ヒワに来たとか思わない。あのヒワが、ヒワとめっちゃ目合わせる。あのヒワが来た。ヒワと目合わせる。なんでヒワと目合わせる。ありがとうございます。ありがとうございます。これがマーマ君です。ゲーム中にごめんよ。味見の親友です。味見の親友。そうなん。いつも味見にはお世話になってますね。何してんの、いつも。2人でね、ちょっとエッチなことなんかしてんだよね。そういう仲なんだ。はい、マーマ君です。で、これが金近くです。お前さらっと行くなよ、金近を。19期のスターだ。日渡りと同じ扱い。あじみさんがさらっと行くよ。ダメよ、お前来てくれたんだから。お笑い界の大スターよ。19期とかじゃなくてお笑い界の金近くまで。どういう、あじみは初対面じゃない、金近と。そうです、ね、じゃあ裏方の方でライブスタンドの時とかサポートさせていただいてたんですけど。今日はライブにも出ていただけるから。ライブにも出ていただけるということで。ちゃんとギャラは振り込むんだよね、金近。頼みますよ。ビビタンのもんなんですけど。はい、いくら？270円。ビビタンだ。ビビタンだ。昔の吉本やな。ビビタンだ。見てくれただけね。はいはい。そして、あ、こっちにも豪華よ。これゆうくんです。ゆうくんまで来てくれた。あじみはどういう仲なんですか、ゆうくんと。結婚式でよく会いました。はい。あの2連続結婚式。この2人。友人一緒なんだ。隣でした。友人一緒なんだ。結婚式だけの仲。嬉しいです。嬉しいね。今日も鼻膨らましちゃって。めっちゃ。おい、テンション下げさせんなよ。ちょっと待って。これヒロチン。あ、ヒロチンだ。下にめっちゃ落ちるやつね、バジュったんですよ。その分、ごめん、あのさ、マジで分かんないけど、誰なの。え、あ、西田じゃない、名乗って、ちゃんと名乗って。吉本興業のマネージメントさせていただきました。あ、じゃあ、味見と申します。あ、どうも、吉本のヒロチンと申します。あ、じゃあ、知ってます、あの、下に落ちるやつです。いや、じゃあ、上に上がるやつ。あれ見てます。上に上がっていくやつ。この二人も小橋さんと、お兄ちゃんも芸人です。お兄ちゃんも芸人さんです。魂の上です。よろしくお願いします。警備員さんです。違うって。ちょっと待って、今日一番ロックンロールですから。あ、おだめださん、すいません。今日ありがとう。ほどはず、いつもお世話になってありがとうございます。かわいいでしょ、髪切られて。本日はミイラマイルドさんも出ていただけるということです。あのミイラマイルドさん の弟子ではあるんですけども。すいません、一緒だと思ってたの。同じ人だと思う。違う人じゃない。毛量が全然違うんで。今日は汗だけは出ないように。無理です、ごめんなさい。それで無理です。それじゃ変わってくる。初めてですか。はい、嬉しいの。おじみいつも見てんでしょ。それはね、小田上田のことは。でもなんか、多分あじみさん何回か会ってるんですけど、結構俺、あの、上のマネージャーとかに何回か会ってても会ってないとか言うたりするんで。嘘ですか。これやばいね、こういう嘘は。イムタさんとかにも何回か会ってんの、会ってないで。イムタイムタって仲悪いんだ。イムタ、でもイムタさん上ですよ。イムタさん上です。今日よろしくお願いします。あれが一番芸人みたいな見た目してますけど、作家です。それいいよ、別に言わなくて。ユーマ。はい、こんにちは。ユーマね、もうよろしくね。お願いします。一番何気に今日鍵握ってんじゃない。いやだってうちらで一番仲いいのはユーマさんでしょ。同期愛だね。ぶちかまし T シャツ。そうです、ぶちかまし。本当にはぶちかまし。これでもこれぐらいも仲いいってことだよね。仲いいです。はい、よろしくお願いします。
じゃあ自分も本番だからよろしくお願いしますよ。お願いします。どうもー、あーようこそ。うわー、人が揃いましたね。それではもう早速参りましょう。本日出演者の登場です。コンビ結成6年目。当初は正統派漫才師を目指してましたが、いろいろあり今はこうなりました。世間知らず。黒田と岡田は19期の主席、元フルフロンタル。そこに大河俳優が入り、今は劇団スーパーサイズミー。よろしくお願いします。座れ座れ。